おーい、じゃあやっていこうと思います。お願いしますよ。相手初手チャーレムでウホウホがいるな。強えんだよな。でウラオスは絶対いそうなんだよな。チャーレム顔色悪いな。まるで控えめのような顔してるなこいつ。色違い、さすがにこれ控えめだろ。まあ煉獄で当然。早いな、スカフか。耐えるよね、オッケー。ひるむなよ。で、当てる、オッケー。ナイス、煉獄。煉獄さん。で、ボッケイ。このボが気持ちいいんだよな、煉獄は。てか、スカフなんで暴風打っときゃ落ちてたな。落ちないか、惜しいな。煉獄もちょいパワー足りないんだよな。スカフ確定してるはずなので、ここは素直にバンギで。助けかなと思ってね、煉獄打ったんですけど。どっちにしろ落ちてなかったっていうか。まあでもスカーフだと思うので、おそらく思念が飛んでくる。はずです。いやー、やっぱ強えよな。煉獄ってな。オッケー。確定やけどって面白すぎませんか？なんでみんな使わないのかわからんわ。だって火炎放射とか撃つんだよ。弱すぎでしょ、火炎放射。威力100で。じゃあ威力90か。90で火傷 10% でしょ。煉獄は威力100の、ねえ、火傷 100% ですから。使わない理由がないのだ。さあ鳳凰来たな。まあこの出し方は超テラス、間違いなくテラスなんですが、一旦リザード出すっていう手もあるけどね。はたき、まあはたきなんかな。さすがにテラスだもんな。バンギリ出てくる鳳凰きな臭すぎるな、さすがに。まあ何か策があるんでしょうね。まあ地震打ってんのかな。そしてバンギのテラスも多分結構気になるだろうね、相手目線。ほぼ強えんだよな、聖なるファイヤーが。バンギ、やけどさせられるとちょっと苦しいけど。まあ、当然テラス。何でしょうね。結構いろいろテラスの候補はありますが。まあ、やっぱこの炎、飛行から草ですか。まあまあまあ。草も多いでしょうね。とりあえず、畑でアイテム見れるのは美味しいかもな。リフレクテーション。ほう。リフレクター聖なる炎、自己再生あるか。自信もありそうだけどな。もしくはテラバか。なるほどね。まあ、唯一苦手な物理耐久をリフレクターで補ってきたか。これ厄介だな。でも打点あんのかね。自信かな、やっぱ。自信かテラバありそうだね。とりあえずちょっとロックブラストの魂にかけますか。自己再生は残ってると思うけどな。再生力にかまけて自己再生切るっていうパターンもあるんですけどね。再生力、再生力だったよな。さすがに見てなかったけど。あー、来るか、聖なるファイヤー。やけどはやめて、セーフ、オッケー。うわ、勝てーな、やっぱ。急所急所。いよいよ、10回10回10回、全部10回。あー、3回か、しょうもないな、本当に。一応この連続技ってインチキダイスなければ3回が期待値らしいですね。そんなん知らんけどな。俺の算数は8波64で終わってんだ。ここバックもあるでしょ。再生力使いたくない？再生力。あー、自己再生、あ、リフレクター自己再生、聖なる炎。これでもどうなんだろうな。やけど優先したいから自信打ってないとかもありそうだけど。それか普通にブレバかな。ブレバ聖なる炎でどうせ打点ないから、聖なる炎打つしかないっていうパターンもある。なんかそんな気はしますけどね。まあで、ここで畑打ったんで、さすがにもうバックはないよな。うん、さあ、50%2 回目。ボン。まあそうだわな。まあさすがにね、2回打たれたらしゃあないわ。でもさ、聖なる炎を2回打って火傷しないとすげえ損した気分になるけど。まあでもやっぱ 50% で考え方次第だよな。だって正直、煉獄2回連続外すって結構普通のように感じちゃうもん、電磁砲とか。でも聖なる炎を2回で火傷しないのなんかな。うーって思っちゃうよね。やっぱ 50% が一番おもろいかな、人生において。さあこれでちょっとかなり苦しい状況なので、まあ自己再生でしょう。ここは逆にここで煉獄当たればやけど引けるんで悪くはないですね。自己再生でしょ、さすがに。ここは OK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 。 じゃあこれで煉獄チャレンジできますね。目かゆ。煉獄チャレンジからの打点取って、壁もなくなったの美味しいか。目かゆい、目かゆい。なんか最近アレルギー的ななんか来てんのよな。何かに反応してる。何に反応してんだろう。まあ煉獄でしょ、ここは。いったれい！いっ、あーい、バック。それはそれで。それはそれでよ、ぶっちゃけ。ウーラオスか。
いや悪くないけどな、当たれば。うっ、オッケー、でかい、これはでかい。まあ、そもそも暴風打っとけばってのあるけど、まあ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 、これは美味しいね。よし、よく煉獄見てて出せたな、ここ。まあ再生力を使いたかった、鳳凰の方を大事にするって感じでしょうね。で陽気じゃなければ上取ってる。で悪じゃ落ちないじゃないかなと思ってます。当ててよ、そこ当ててくれよ。うわマジか、意地っぱりだったんだ相手。うわチャンスあったな。うちのリザードーンもね、あの控えめなんで、相手最速だったら抜けてんのよね、相手が。でこっちが上だったってことは相手意地っぱりなんだよな。だからチャンスあったな今の。まあまあでも煉獄2回当ててるんで、さすがに文句は言えない。いや文句言うけどな。ってことはもう遅いの分かったんで、サイコブレイクはこれもうドワンって、もう壁もないですから、壁関係ねえか。普通にサイコブレイク打ってでいいと思いますよ。 OKOKOK。 もうテラスもないからね。ほんであとはこの鳳凰をどうするかだな。どうしよう、え、どうするか正解。草テラスでしょ。俺の今の頭の中は、まあ、命中率の高い大文字から入って、で相手耐えるって多分思うはずなので、そこで氷テラス吹雪かサイコブレイク。いやー分からんな、大文字な気がするけどな。やけどもあるっちゃあるし、当てるよね。うわーやってるわ。じゃあサイコブレイクやわ。相手はあ、リフレクター貼ってくれるんだ。オッケーオッケーオッケー。じゃあチャンスある、じゃあチャンスある。大文字でいいと思う。うわっ、これ鳳凰の耐久によるんだよな。オッケー当てる。やけど引いてほしい、半分ぐらい。あーいい、いい、こう、そうそうそう、損害のイメージ、損害のイメージ。オッケー、2回耐えるね。まあ、あんま関係ない。いやいや、やけどは強い。で、相手これでも耐えるじゃないですか。で、これ、やけども引いたから、絶対自己再生でしょ。耐えると思ってますよね。ここで見せてやろうぜ。27年前を思い出すんだ。行くぞ、絶対これは通る。オッケー、当てりゃ勝ち、当てりゃ勝ち。あの当時を思い出そうぜ。最強だった吹雪をよ。ここで氷テラスで一致になるんで、さっきの大文字よりも火力上がってます。すなわち落ちます、これは確実に落ちる。いくぞ、ミュツック、どうしてだよ、どうしてだよ、絶対いけてましたやん。うわ、あの当時と違うの思い出したわ。そういや威力も命中も下がってましたわ。ああああ、まだあるよ、まだここで急所ある、急所か氷。いけっか、いけてたな今のマジで。今当てりゃいけてたよね。いや吹雪弱くなったな、吹雪って技。あの当時あんなに強かったのに。これゲーフリの闇だろマジで。吹雪あの時代に戻してくれよ。 90% だった頃よ。いやこれはもうしょうがない。いや悔いはない、負けて悔いはない、ケツを張れ。いやしょうがない、もうここは降参だ。まあ煉獄も当てだしね、これはしょうがない。乾杯です。吹雪は弱い、あの時より弱くなった。はい、じゃあお願いします、やっていこうと思います。相手初手未来ドーンですか。いやさっきねリザードいい活躍したのよ、煉獄当てたのに。ちょっとミュー2とかいう、いやミュー1か、あれ、いやミュー3か、もう分からんけど、あいつのせいで負けたのよな今。その悔しさも持ちながら、まあここはちょっと地面テラスかな、さすがに。素直に打ってくるかな。まあここで電気技打つほど甘くないか。いやでも打ちたくなると思うけどな。さあ今回地面テラスにしております。まあぶっちゃけね、地面熱さの大地じゃ全然びくともしないけど、一旦、あ、オッケーオッケー、一旦もらえたら美味しいのよね。しかもこれこだわってる可能性もあるから、まあ、これはこれで別に美味しいのよな。で一応やけども引いといてくれ。熱さの大地は硬いな、さすがに直気でしょ。棒はないか、直気だよなそれ。どうしようかな、ここさすがにバック臭いけど煉獄打つ勇気があるかって話よな。暴風っていう手もある。いやー分からんな、ここ出てくるとしたら誰なんだろう。でも誰でも美味しいのはニトチャかな。いや分からんな、誰が来る。マニューラもあるのよな。マニューラじゃなんだっけ、あの人オーニューラか。
大ニューラ小ニューラもあるけど、あのエレキシード的なやつで、あ、今引っ込めるようなこだわってはないよね。直帰だよな、さすがにな。あ、クマさんか。オッケーオッケーオッケー。クマさんは悪くない。ちなみにクマさんは焼ける可能性あるんで、素直に言ってよかったかも。いくよ、せーの、ボン。オッケー、うまい。いいね。さっきの試合もウーラオスね、やけどさせたのよな。いいよね、やっぱり。やけどが一番楽しい、この世で。で、上取ってるんだったら、まあ、暴風かな。オッケー、うまい。まあ、いじっぱりだわな。もう最近のウーラオスは大体いじっぱりですよ。よし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 、これは美味しいぞ。めちゃくちゃ美味しい展開。まあ、結果やけど関係なかったけどね。さあ、これでどうする？相手きつくない？結構。これはちょっとリザードのために勝ってやらんとな。大ニューラね。エレキシードですね。はい、これで軽技発動。まあ、地面技でいいか。男の煉獄という手もあるんだが、もう助けじゃないこと分かってるからな。暴風でもいいけどね。まあ、ね、熱さかな。あー、ちょっと待って、飛行か、これ、もしかして。あー、ちょっと待って、そうだよな、飛行。あー、待って、俺、アホだ。さすがに、ここ、飛行。うわー、だよな、そりゃそうだよな。撃ってから気づいたわ。そりゃそうだよ。大ニューラといえば、飛行テラス、エレキシード、アクロバットでしょ。それはマジで。ネッサー、一点読みか。煉獄は確かに撃たんもんな。いや、ちょっとこれはね、煉獄と暴風の、命中率を、ビビりすぎたわ。これ相手してやったりよな。いや、そりゃそうよな。何してんだろう、俺マジで。いや、今更大ニューラの普通のやつにやられてるわ。いや、今はもう、あんま変わんない可能性もありますけどね。別に暴風等が、煉獄等が外れてる可能性あるから、結局形は変わってないかもしんないけど。いや、今のネッサのナイチはちょっと弱すぎたな、動きとして。失礼しました。これはちょっと監督の責任だ。そりゃ飛行テラス持ってるよな。まあ逆にもう軽技なんで、まあトリックルームは絶対に決まるな。アクロバット、まあまあまあ一旦これで切り返して。よし、危ねえマジで。まだ大丈夫よ。まあ言ってもこれでミュウツー対ミライドになる可能性はかなり高いから。いや、いける可能性あるよ。まあテラス見えてるわけだし。いけるだろ、ミュウツー次第では。まあとりあえずムーンフォースで。まさか武人がトリルするとは思わなかっただろう。トリルミュウツーだからな、こっちは。いけると思うけどな。うちのミュウツー遅いので、普通に考えたら、トリックルーム化で上から動けるから、多分大丈夫と思うけどな。あのミライドがよほど遅くなければ大丈夫。の可能性が高い。で、おそらく直帰なんで一発は耐えると思うけどな。ミュウテフ、ちょっと耐久振ってきてるんで。怖いのは流星群ぐらいか。まあ、ここはミュウツー行きます。で、まあ、サイコブレイカーでいいかな。落ちねえかな、さっきのミライド、ネッサの第一プラスで。そもそも落ちてくれたら超楽なんだけど。ここはサイコブレイクで大丈夫ですね。絶対上取ってる。オッケーオッケーオッケー。ミライドどうかな。いや、これいい勝負よ。結局、形はこうなる予定だったので、あそこの第一スカサレは、ネッサか。ネッサスカサレはあんまり関係ないか、関係なくはないかもしれないけど。さあ、未来ドーンが来て。うわ、HP 微妙だな。これサイコブレイク落ちねえかな。控えめ C ブッパ。上から入るよな、さすがに。サイコブレイクでしょう。吹雪より多分サイコブレイクの入る。はっ、遅お前。耐えるよな。あぶな。ちょっと待って、これ遅いのか、相手。待って、落ちないと負ける。落ちろよー。うわ、マジかよ。こいつ耐久ぶりやん。こな、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 かー、マジか。遅う、このミライドンじゃ。いや、俺のミュウツーも結構遅いぞ、だって。ほぼ S 振ってない、相手。うわ、やられた、マジかよ、さかなクン。